先行切手とは、切手を在庫管理するために穴でマークを開けられたものである。郵政当局の法律の定めに従って運営されていた制度であるが、現在では、廃れている。カナダ太平洋鉄道のマークが先行された、カナダ切手大量の郵便物を差し出す企業や団体では、在庫している切手を社員などが持ち出して、指摘流用するのを防ぐため、 あらかじめ郵便局の許可を受け、会社のマークなどの形に切手を先行し、かつ、あらかじめ登録した郵便局からの発送にのみ有効とし、その防止策としていた。世界的には1868年にイギリスが始めたのが最初である。これは、当時のイギリスでは切手を郵便局の窓口で換金できたため、それを防ぐための措置であった。また、イギリスでは、 検証用の郵便合わせのために先行された切手も販売されていた。先行切手は切手の種類を問わず存在する。また公用切手の中には先行切手で発行されていたものもある。この先行切手は日本を含め世界各国で導入されたが、本来は切手の発行目的とは関係のない分類要素であることや見た目が悪いため切手収集家に敬遠され、 傷物扱いされていた。しかし、企業のマークなど目打ちでデザインが開けられていることや、現在では郵便誌コレクションへの関心が高まっていることもあり、再評価されている。なお、日本では制度自体が半世紀以上前に廃止されたため、現在では同様のものは作れない。ありがとうございます。